おはようございます。軟膏と間違って接着剤を指に塗りたくったユーフォリアです。その後バンドエイド貼ったんだよね。バカじゃねえの？何やってんだろう俺。まあいいや。じゃあ行きましょう。今回の予定はですね、実は演習もやる予定だったんですけど、間違えて消化してしまいましたので、こんな風に消化しちゃったんで、アルフォンシーの方面進出で行きます。何回回す必要があるかな。あれ、固有数いっぱい。お疲れ様です。あ、出撃も終わってた。あ、じゃあ空母とかも、じゃあ近代化。あまり偽装には触らないでもらいたいものだな。何か近代化やらなきゃいけない感ってあったか。俺トネチクマを星5にしておけば、あとは同じ。あ、もう雷装しか上がんねえのかよ。もう上げるのないんじゃないっていうくらい突っ込んではいるんだけど。ああ、そうか、金剛春菜はようやく改造する気になって改造したんで、溶かすだけ溶かすか。力を感じます。お心遣いありがとうございます。そろそろ金剛以上の硬い戦艦が欲しいな。アブクマ上がらない。私の顔に何かついているのか。いっぱいまで上がってしまった。じゃあ行きましょう。アルフォンシーノ、お、呼吸してない。テストで出撃したまんまだった。ありがたい。これなら奴とも戦えるな。まあどんなとこかなって感じで出撃だけ一回しておいたんで、まあサクッと行きましょう。出撃するぞ。まあ見事に見てわかる通りボスには行けてませんね。まあボス行けてたら間違いなく突破しちゃうんで。全艦単銃砲雷撃戦用意。侮るなよ。この場合って金剛機関のがいいのかな。ここは譲れます。なんかかばう行動が追加されてしまったせいでやりづらくなったっていう話をね聞いたんで、っていうか演習でもなんか挙動が変わった気がする。敵が露骨に、なんつうんだろう、機関以外を狙ってくる。まあかばってるんだろうけど、演出がないそうですね。運営さんの話ですと演出がないのでこちらはさっぱりわかりません。はい、 OK。 まあ余裕だね。艦隊の頭脳と言われるように頑張りますね。あんた頭脳じゃないよ。メガネ外すと筋肉ムキムキマッチョマンの変態になる。あ、筋肉モリモリマッチョマンの変態だ。妙高型従順洋艦姉妹の、まあ史実的にはそうだね。そっちかい。上行かないな。これもしかして上行くためには駆逐艦がいるとかそういうこと？そういう話は聞いたことないんだけど。ビッグセブンの力。ああ、砲雷撃戦用意。対空戦闘用意。さあ何がいる？航空。ここやだな、もうほんと。制空取れるかな。取れんだろうな、この先生なら。空母さんは取れんな。優勢か、でも。優勢取れりゃいいよな。あ、有利だ。お、いいぞ。胸が熱いな。さあ、攻撃戦。あんたはそれ狙うのね。全方の打ちます。びっくりするくらい弱った艦からしか狙わないね、あんたたち。やんなっちゃうわ。避けろよ。装備換装は急いで。でもだいぶもう運ゲーにも慣れてきたな。ビッグセブンの力。さあボス行ってくれよ。サクッと突破したいんだ俺は。連合艦隊、こんなとこはまだ本番じゃないんだよ。ビビたるものだが、もらっておこう。ああ、ヤマトのレベリングはちゃんとやってますよ。ああ、戦艦いっぱい出るね。姉の負傷です。核箱行くなよ。おっと、これはよし、行った。なんだ、簡単に突破できるじゃない。機関単銃じゃない、全艦単銃砲雷撃戦用意。ビッグセブンの力、侮るなよ。まあ野戦したら霧島危ないかな。大事に大事にするようになったからね、だいぶ。
あれ、フラッグシップいるじゃん。フラグ戦艦なんかこのとこいたんだ。まあフラグ戦艦見慣れたな俺あかんけどなこの傾向は。あ、有利取っちゃった。敵艦発見。いいぞ。お、避けた。これもう勝ち確定じゃない？中波なんで行っちゃったらもう。胸が熱いな。さあ。よし、いいぞ。開始するわよ。あ、大破。おい、押しが足りないぞ。みんな優秀な子たちですから。お、避けたね。調子いいね。なんかいつもの長門さんやな。はい、まあ危なげもなく楽に突破というか、金剛やっぱちょっと力不足だな。このままじゃ金剛二隻が力不足か。困ったな。日本にはもう金剛、そう、山城もあかんし、伊勢も似たようなもんだし、硬い戦艦が足りない。長門型があと2隻あればいいんだけど。作戦終了みたいよ。ちょっと力不足になってきたね、金剛が。ああ、多分ね、この枠にあのハイパー様入れろっていう方いると思うんですけど、俺、ハイパー様実は持ってないんだよね。E4 の攻略の動画の時もそうだったんですけど、俺、基本戦艦艦隊で全部突破してきてるんで、ハイパー様はね、いても使わないかな。いる、いや、いるっちゃいるんですけど、ハイパー様じゃなくて、またスーパー様なんだけど、レベリングしてるから、かすり傷程度なんだけど、備えあれば憂いなし。まあ、皆さん知っての通り、私無課金米帝なので、この見ては見ればわかると思うんですけど、無完全無課金米帝なので、きっちりね、レベリングはするんですよ。ヤマトとかもう78までいってるんですけど、あー、でも重たいんだよねヤマト。簡単に戦場に出せない。でも多分次のマップは戦場出すと思います。はい、まあ資源もこれどれくらいだ、2000くらいしか使わないのか。もうイベントに比べたら天国のような楽さだね。あ、補給艦撃沈とかもやんなきゃいけないのか。ハイパー様じゃないスーパー様のレベリングも兼ねてやりましょうか。ちょっと、見てくださいよ、まだ高い方でもまだ40だよ。魚雷足りないから3連装だし従来装艦、おい、出撃します。補給艦狙いはどこだっけ、2の2でしたっけがいいんでしたっけね。でね、従順洋艦の扱いは結局良くならなかったので、従順もね、期待を込めて入れたいとこですが、最上型従順鈴谷鈴谷いいよね。鈴谷、あ、鈴谷熊の近代化してねえや。鈴谷さ、こんな女友達いるよねあんまりちょっと、同意してくれるかどうかちょっと不安なんだけど、こういう感じのね、軽口叩ける子いるよね。なんか異性なのに、っていうかそういう子ばっかだったな俺の周りからかなりこの子は違和感ないね。ああ、いるいるっていう感じだった。ほう、強くなってるじゃん。で、こっちももらってあげてもいいけど、ていうかカンムスたちって普通の人間なんだよね。身長どれくらいなんだろう。てか見る限り明らかに俺より高いんだよねみんな切ねー。こういう時ちょっと身長コンプ出るぞ俺は。しょうがないよね。まあ中盤の時筋肉つけすぎちゃったかな、からか、なんか身長がねびっくりするぐらい伸びなくてね、なんでこんなに俺身長低いんだろうっていうくらい伸びてないんですよ。空母入れるとボス艦隊行くんでしたっけ。抜病します。お疲れ様です。
なので、これをオンにしておいて補給艦狙いでいきましょう。おっと遠征が終わった。あ、司令部1上がったな今。ああ、あと俺ブラチンとかもしないので、多分ね皆さんの想像してるよりはるかにホワイトですよ私。ホワイト無課金、ホワイト無課金提督はでもいるんだよね、結構いるんだけど同レベル帯に少ないのかな。なんかねちょっと見る限りだとあんまりそういう話を聞かないから、こんな感じですね。なんか勝率見ればホワイトかどうか分かるって聞いたんですけど、どうなんでしょう、ホワイトなんですかね俺は。ちょっとごめんなさい、あのどこ見ればホワイトなのかとかよく分からないんで、できればちょっと教えてもらえるとありがたいです。はい、うん、まあ出撃の勝率かな。俺ちょっと配数がついちゃったのはね、ちょっと潜水艦掘りっていうのを試してみたくてやったんだけどね、何回かやったらねちょっと潜水艦がかわいそうになってきたんでやめました。2-2 でしたっけ。さ、酸素魚雷を撃ちまくりに出撃よ。あかん、こいつ役やっとるわ、ヒロポンやっとるわ。さあ行くわよ。そういえば近所にね、あの米兵の方が住んでるアパートがあるんですけど、あ、いや、あの米兵だけってわけじゃないです、あの外国人向けのねアパートがあって、そこに米兵とかの方がね結構いるんですけど、いらっしゃるんですけど、あのちらっとね、あの聞く限りの話では、あんまり役はねあのないらしい今は。ですよ、なんか役はね使わなくて、というかあの別に勇敢に戦っても勝てないものは勝てないんで勝てないって思ったら支援を呼ぶそうです、空だったりね、って聞いた。でもね、あの A 点は好き嫌いがはっきりしてるって言ってたよあいつら割と誤爆するってね言ってた、うん、割と誤爆して味方殺してるよって言ってたよ、あれ見た目よりそんなヒーローみたいに扱う人も当然いるけど、やるじゃん。まあだって空から見た人間が敵か味方かなんてわからないしね、そりゃ誤爆もするよね。特にまあ気化爆弾とは言わんけど、アベンジャーでもねあれ人間の近くに着弾しただけで人間が粉みじんになっちゃうからね、適当に敵だと思って撃ったら味方だったとかもねあると思うんだよ、まあ、戦艦いるし。さてさて苦労してるんだろうな。あのねもう退役してたそうなんですけどね、あのなんかたまに懐かしくなってね PMC なんか行こうかなって思ってるらしいですよ。だけどあのその方ね日本で結婚してるんでね、なかなかそうもいかないってね笑ってましたけど。まあ所属とか言っちゃうとちょっと危ないんで言わないですけど右舷の敵艦を叩いて、酸素魚雷20発発射です。まあなんていうの、こんなこともあるよね、20射線の酸素魚雷修理したら行きますよ、突撃いたしましょう。あーでも E4 をあのハイパーなし潜水艦なしで削り切ったのって珍しいのかな、削り切って倒したのは珍しいのかな。なんかねいろんな報告を聞くんですけど、イーヨン突破のあんまりねハイパーなし潜水艦なしっていう報告はほとんど見なかったんで、珍しいのかどうなんだろう。まあそれ以外の方法はあんまり俺取る気はないっていうのもあるんですけど、艦隊が作戦終了です。おつか93式酸素魚雷って冷たく、まあある手段は使おうという方針には私賛成ですんで、お疲れ様です。否定的なことは何一つありませんが、あ、そっか整備しまった、整備アクティブにしとけばよかった、これ終わってるよな、とっくの昔にアクティブにしてたら。まあ難しいよね、とりあえず直すね。
もう一回いける。もう5時間か。タカオ絶対安静なんてまだやれるのに。北上さん大丈夫かな。レベリングするならやっぱキスト撤退作戦かな。あ、そういえば編成が変わったそうで、あのドロップテーブルにあの蒼龍が入ったそうですね。飛龍入ってほしかったな高望みかな。あのちょっと彗星欲しくて開発してたんですけどね、出なかったね一回も。うん、最低資源がですね、彗星の234か234です。鉄鋼は1です。鉄鋼じゃねえや、鋼材は1なんで、まあ1というか最低値なんで234で開発してたんですけど、2314か開発してたんですけど、俺何回回したのかな。30、40、50回くらい回したのかな。50回回しても出なかったので、期間が加賀でね出なかったんで、まあそのうちまたできればね、作る動画なんかもどうだろうな、生放送でやるかもしれませんごめんなさい。ちょっとね喋ることが困るんで、あれ結構。あ、しまった。あ、いいのか。あ、そうか、補給管を外してないからいいんだ。オッケーオッケー、危ねえ危ねえ。今素のしまったが出たな今のしまった、ごめんなさい、かなり素のしまったですね。びっくりした俺、こんな声が出るもんかと今一瞬自分にびっくりした。あー、ボス行っちゃったよ。全艦単獣砲雷撃戦用意。空母いないよね。あ、いないいない、この編成なら。まあ唯一運が良かったのはそれ狙うなよ、バラバラに従順と軽順狙ってくれ。あ、しかも不利だし。20車線の酸素魚雷2回行きますよ。さあ行くわよ。まあ運が良かったのはとりあえず熊野が一発で出たのはとにかく運がいいのかな。さてさて、うん、攻略1回目だったかで一発で出たんで。あ、1回目っていうか1回しか攻略してねえのか。潜水艦回し何回やったのかな、20回くらいでやめちゃったのかな。ちょっとやってやめちゃったんですけど、野戦までするか、経験値取るために。ああ、これ間違いなくあれやってますわ、あれを。はいはい。なんかね、横須賀の方がそうらしいんだけど、俺も横陣だけど、なんかプカプカ丸とか真っ白画面とか猫が来ると、お、来た来たっていう謎の興奮に見舞われる。ないかなこれ。俺なんか最近ね、白画面が出たりプカプカ丸だったり、猫出たりすると、お、来た来たっていう、なんかよくわからない興奮を覚えるんだけど、これ俺だけかな。あとなんかね、友達に言われたんだけど、横陣のみんなはなぜか落ち着いてるってよく言われた。うん、なんで落ち着いてるか、そんな俺。あざーす、お風呂大好き。あー、どうなんだろう横陣ね、落ち着いてるのかな今の俺の実況的な感じには落ち着いてるようには到底見えませんけどね。いや、お前赤城に使っちゃうよ、どうせ赤城さん出すことないからね、全然あそこ以外じゃ。1時間かこれで。従順もさ、補修資材と燃費を良くして、さらに修復時間も軽順よりちょっと重たいくらいにしてくれれば使い道もあるんですけどね。そうすれば戦艦の代わりになるんですけど、今の従順じゃあまりにも修理時間も長いして使いづらいんですよね。従順回復策、誰かちょっと実装してくださいよ。あ、そう、あとね、話してなかった事柄がありました。ですね、装備についてですね、検証結果出てたので、
それを話したいと思います。で、装備ですね、あの副砲の順番と攻撃力、微妙に火力が上がることであのダメージは上がるそうです。とは言ってもあのエリートフラッグシップついてない艦相手にダメージが10からそれくらい10から1から10違うくらいだそうです。3連装砲だったり連装砲だったりね、46主砲に戦艦に主砲に積んで砲撃を行った際に出るあの1巡目2巡目でね、差が出るのはもう10くらいだそうで、だいたい副砲を積んだ方がやっぱり火力自体は低いそうなんですが、ダメージ額面上のねこの20とか出るじゃないですか、41センチ、火力20で3連装砲これ7じゃないですか、ちょっと重たいな、7じゃないですか、これほどの差はないみたいっていう話があった。とあとやっぱりあの距離適正っていうのがあるみたいで、命中補正と小型砲の方が命中率もいいみたい。まあこれはちょっとよくわからんのだけどっていう話があったんで、まあ参考程度にしてみてください。でですね、枠についてね話を以前したと思うんですが、あの4枠目が微妙に仕事しないっていう話をしたんですが、他にもねちゃんと意味がある順番に意味があるんで、野戦のねあの使用武器が1番目の枠を基準になるんで、例えばハイパー様スーパー様なんかに好評敵って積むじゃないですか、特殊戦攻艇、まあ魚雷2発装備のねちっこい真っ黒なね好評敵、あれ、あ、そっか、これだ、これね一番上の枠にセットしておくと、どうやらまあハイパー様じゃ出ないのか、ハイパー様じゃない、スーパー様じゃ出ないのか、ハイパー様で好評敵を一番上にしちゃうとカットインが出なくなるので、魚雷にする必要は出るそうです。うん、1番目の武器が基準になるから。で2番目の武器もこれは魚雷にしないと確かカットインは出ないんで、スーパー様じゃカットインは出ないはずです。はい、で戦艦は確か主砲 ×2 でカットインが出て、副砲だとカットインは出ないんでしたっけ。うん、なのでまあ野戦にかけるなら主砲 ×2 の方がいいのかな。ただカットインも結構このゲーム信用できないので、外したりするしね、普通にカットイン出ても。俺は副砲のが好きかなーっていう感じですね。まあ今主砲を主砲でやってみてますが、もしもね副砲のが安定するようだったら副砲に戻します。うん、で電弾についてね、33号の方で重視したんですけど、14号のね最近これがなるほど持ち味かっていうのがね出てきたんですけど、対空電弾ってどうも対空補正がかかって艦隊防空にね、艦隊防空に寄与するのがでかいと。となると長戸型の対空を、まあ別に対空兵装装備してないんですけど、この対空をね生かすことができるんじゃないかと、対空電弾を装備してるだけで。の場合、陸奥にも14号装備させた上で、大和だけは32号で行った方がいいんじゃないかなっていう気はします。はい。大和対空兵装、長門と一緒くらいなんで、だいぶこれは水上戦闘に特化した方がいいのかなっていう感じですね。うん。まあ、俺の考察はこんなとこですね。そう、あと、好感度の話がしたかった。好感度。運営さんがあるとかないとか、スレであるとかないとか、まあスレの方では冗談扱いなんですけど、なんかね運営さんの怪しい発言がいっぱいあって、ある可能性があるんじゃないかと、すでにマスクデータとして思ってるんですけど、どうなんすか、あるんすかね、ないんすかね。まあここはわからないですね。ただレベル上がってくると、実際中波大波してても敵艦に対して中波大波が出たり、サミダレみたいにE1 のフラッグシップ潜水艦相手に一撃で撃沈なんかもあるんで、なんか補正っぽいのはあるんでしょうねっていう感じはします。ただ運営さんの話だと2割前後補正がかかるんじゃないっていう、うん、二回りって言ったかな、運営さんはね二回りくらい補正がかかるんじゃないみたいな話をしたことがあるんで、まあそれは参考程度にね留めておきますけど、
まあ、とりあえず今回の攻略動画はこんなもんですね。まあ、次はちょっとね、また限界、どうだろうな、水星開発になるか、限界まで貯めるかな。最初の方から見てくださってる方とは限らない、方ばっかりとは限らないんで、出撃していた艦隊初が心者の方がもしね、見ていらっしゃる方がいたらと思うんで、ちらっとね、無課金ベーテのやり方を紹介しておきましょうか。ことでしょう。これ艦長が確かね、以前喋っ出てきてたしんまでいすまけした。ど、北上さんがいいって言うなら。今やってないんですけどね、以前喋ったと思うんですけど、無課金ベーテの秘密ね、入居時間でバケツを使うかどうか決める。そうするとバケツが溜まります。で、長距離演習、あ、長距離公開、ん？練習公開だっけ？公開練習だっけ？まあいいや。をぶん回すとバケツも溜まります。バケツが溜まります。で、稼ぎが少ないデイリーもこなしていくとバケツが入ってくることがあるんで、それも回しますと。まあそういう地味なところでね、バケツを溜め込みまして、で、まあ短いようだったらバケツは使いません。まあドックの枠が、俺少ないっていうのもあるんですけど、無課金の場合はだったんで、なの魚で雷噛んじゃっ撃ちまた。すよ。で、遠征ですね。一番でかいのは遠征なんですが、これタイマーを使ってますね、私は。貼り付けるときだけなんですけど、まあ、有名なところで言うとこれですね。これ。で、これそのまま使わないです、俺は。これね、何の、演習に使うかのタイマーだけを、出るようにセットしておいて、一回リセットします。で、その後にこの遠征名を表示したまま、時間で遠征時間より1分だけ短い編成、あ、1分だけ短くします。例えば、長距離練習公開だったら30分なので、29分です。これで回します。まあ、指定なしになっちゃったけど。まあ、枠ちょっとわかんなくなっちゃうから、俺いつもこうやってやってるけどね。28分になってますが、これ初心者の方向けに話してます。多分ね、もうすでに結構知ってる方いると思うんですが、これ1分以下になると母校に戻った瞬間に遠征終わるので、ほぼ理想値、給料って俺は呼んでますけど、1時間あたりの理想値ほぼぴったりで回せます。このラグタイムを利用すれば、ラグタイムというかロスタイムを利用すれば、なので1分の時間が余るわけですね。タイマーに合わせると1分の時間が余るわけです。その時間の間に補給と出撃を済ませれば、1時間あたりのほぼぴったり、理想値通りの給料が得られますとですね。そいつを3つ同時並行して行うことで資源の確保はだいぶ楽になりますね。無課金ベーテの秘密ですね、これが。まあ、純粋な努力だね、地味な 無課金ベーテは。です、はい。あと、ヤマトに関してもね、レベリングのコツっていうのがありまして、今ちょっと編成が変わったんで試してみてるんですけど、以前ではですね、編成にちょっと、工夫がありまして、3隻か4隻で、3隻目だったか、2隻目3隻目は従順か軽巡で、4隻目に潜水艦か、軽巡か駆逐ですね、を入れてました。で、この編成で回すのにちゃんと理由がありまして、できるだけ艦隊の数を少なくすることで全体で回せる回数を上げます。3の2の1ですね。全体で回せる数を上げますと。あと、ヤマトの命中を、今ちょっとこれ編成が、あ、編成じゃねえや、装備が違うんですけど、命中アップ系のね、装備を思い切り積みまくって、確実に1隻ずつ撃沈できるようにしておきます。そうするとね、他の艦が仮に2隻ずつ撃沈したとしても、ヤマトが MVP を取るので2隻撃沈した場合、経験値がね、常に1000ちょっとかな、入ってくるようになるんで、結構効率よくレベリングできます。まあ、以前はそうしてました。今ちょっとね、多分、どうだろうな。今でも修理資材を気にしなければ、従順3かな、従順3でやった方が効率いいかなって思いますね。はい。敵が殲滅できるギリギリの艦艇数でやった方がいいです。どうしてもぶん回すために資材がいるんで。で、そうすると損傷するじゃないですか。それがね、殺傷するのが大変なんですけど、私、ブラチンはしないので、入居時間ですね。例えば軽い損傷ですね。あそこでするのはこんな感じの軽い損傷ばっかりなんです。なので、20分そこら、これなんですね、修理、今このレベルだと20分そこらで修理ができるんですけど、それが一番でかいんですね。で、その20分っていうのが一体何の基準になってるかというと、これです。
あの疲労の基準ですね。疲労の回復するのが20分からだいたい30分くらいと踏んでるんで、私は疲労が完全に回復するのが放置すると、回復すると踏んでるんで、2回出撃して入居しながらっていう感じですね。まあそれ以上に損傷してしまったらバケツかければいいですけど、まあバケツはね、あの遠征しながらだと溜めながらも可能ですので、あのさっきの遠征方法を使ってね、遠征しながらですと溜めながらも可能ですので、ぜひ活用してみてください。うん、こんなもんかな。じゃあそろそろ今回はここで終わりたいと思います。お相手はユーフォリアでした。また次回お会いいたしましょう。また次回ね、ちょっと何やるか分かりませんか、出撃かなになりますかね。うん、またお会いしましょう。またねー。